めっちゃ綺麗じゃない。はい、皆さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、今日はテンションが上がっております。なぜなら今回は粘土スライムを作っていきたいと思います。イエイ。今流行っているんですよ。なんか粘土スライムっていうのは粘土とクリアスライムを混ぜ合わせると伸びる気持ちいいスライムになるそうなんですよ。まあ売ってたり作ってる人もいるんですけど、今回私は作っていきたいと思います。今回はダイソーでこちらの伸びる粘土を買ってきました。他にも軽い粘土などいろんな種類の粘土があるんですけど、こちらの粘土で今回私は作っていきたいと思います。そして今回は巨大なバケツとかに入れた夢川の色のスライムを作っていきます。で、夢川の色はピンクと水色とあと紫にしようかなって思ってます。今回使う材料は伸びる粘土、好きな容器、放射水、水 50cc に対して放射 5g、 洗濯のり 100cc、 水 100cc です。まずはクリアスライムを作っていきたいと思います。まず 100cc の水に洗濯のり 100cc 入れます。そうしたらお箸などでよくかき混ぜます。そしてかき混ぜれたら放射水をちょっとずつ入れてって混ぜます。で、いい硬さになってきたら手でこね始めます。それまずは。で、いい硬さになってきたら手でこねちゃうかな。まだ持ちます。まずこねてみます。はい、はい、今放射とかを入れながらここでずっとこねてたらお好みの硬さになりました。ちょっと音打ちいきます。とりあえずクリアジェルが完成しました。で、これと同じようなものを昨日2個作っておいたんですけど、それに1日くらい置いておくとこのように泡が抜けて透明になるんですよ。一回触っちゃうと透明じゃなくなって泡がまた出ちゃうんですけど、こういう感じで置いておくと泡がちょっと抜けて透明になるんですよ。で、これを使って今回ね、スライムと粘土を混ぜるということで、まあ、どうせならね、あれをやっちゃいたいと。はい、それでは次にこちらの伸びる粘土だけを混ぜて好きな色を作っていきます。今回私はピンク、水色、紫を作っていきます。はい、こんな感じですっごい可愛いね、夢川の紫とピンクと水色が完成しました。なので今からクリアスライムで混ぜていこうと思うんですけど、私ね、どうしてもやりたいことが一つありまして、なんかキャラクターを例えば紙粘土で作ったとするじゃないですか。その上にね、クリアスライムをトロロロってかけてぐちゃぐちゃって潰すとね、すっごい可愛くて気持ちいいらしいんですよ。まあ同じなんですけど可愛いらしいんですよ。それが結構インスタ映えするし、ツイッターとか SNS とかで流行ってるらしいので、ちょっとね、今回ね、じゃじゃん！というわけで今回ミニオンを今さっき急いで作りました。可愛くないですかこれ。ミニオンを作りました、頑張って。はい、バナナ持ってます。はい、こちらのミニオンちゃんにね、クリアスライムをぶっかけて作ってやりたいと思います。じゃあ早速こちらのね、まあここもミニオンなんですけど、ちょっとかけていきます。じゃあまずかけます。触るときはちょっと音打ちなんで喋りません。先に特定映像ですよ。 GO！ きれいにかかる。すっごいきれいじゃない。ミニオンじゃね、すっごいきれい。
切るじゃない。それでは早速潰して混ぜていきます。でここからちょっと音打ちにしたいのでしゃべりません。いきます。音量上げてください。どうぞ。こちらの方もこねていきます。いかがでしたか皆さん。これぐらいどんどんいっちゃいます。乾いちゃうので。はい、こんな感じでこね上がりました。じゃあちょっと先伸ばしてみましょう。まず水色。いいよ。超伸びる。ビヨーン。こんな感じですね。じゃ容器に移していきます。じゃん。が綺麗に入ったら次は紫を入れて。横から見るとこんな感じです。じゃあ続いてピンクを入れようかな。お、これなんかマシュマロスライムとも言うそうです。お、超綺麗。こういう感じでどんどん作っていきます。じゃじゃーん。こんな感じで可愛くスライムを詰めることができました。ちょっとね、量が足りなくて全部埋まることはできなかったんですけど、見た目は結構可愛くできたなって思います。それでは出していきます。来てるっぽい。ゴー。うわー、はい、このようにドデカプリン的なのが完成しました。パッチパチ、いろんな風に音打ちをしたり伝っていきます。で、皆さん、こんなに伸びます。筋肉つく。これ多分もっと奥までいきますよ。どうしよう、これ画面が出るくらい多分いくと思います。うわ、すごい。ありますよね、こういうの。はい、というわけで今回は粘土スライムを作ってみました。なんか思った以上に不思議な触り心地でした。ブチって切れるし、すっごい伸びるし、すっごい作るのも楽しかったです。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはどうでしょうか。すごい気持ちいいし伸びます。巨大なスライムって初めてかもしれません。それでは皆さん
バイバイ。ビヨー。クリアスライムと紙粘土を混ぜた時の注意点を一つお教えします。一度ちょっとそれを再現してみます。混ぜてみます。混ぜてみます。全然このように伸びません。よく混ぜてみるとこういう風になりました。なんかこういう石とかありそう。ある意味神秘的ですね。じゃあ伸ばしてみます。ほら、このようにね、このようにびっちりと私と同じようにこういう風に分離しちゃった方いませんか？もしこういうスライムができちゃった場合は、1日このまま、まあ中の容器とかに入れたりして放置してみてください。で、さっきのように分離していたものを1日ね、放置したのがこちら。このようになんか上はちょっと硬いんですけど、下はもうプルンプルンです。ある意味すっごい気持ちいいスライムができたと思います。まあこうやって混ぜちゃえば馴染むんですけど、すっごい気持ちいいスライムになりました。ちなみに市販のスライム、今回は私はね、ちなみにこちらの100均のダイソーの不思議なジェルスライムをねちょっと使うんですけど、これでも混ざりました。簡単にこのような粘土スライムが作りたい方は、ぜひこちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。